顔にぴったりフィットするマスクを作ってみました。使うものはハンカチ、ワイヤー、ストッキング輪ゴムです。まずハンカチを広げて、真横ではなく斜めに置きます。この斜めに置くところがポイントです。真ん中に向かって四隅を折ります。次に鼻から顎まで OL くらいの長さに折り返します。そしてこの部分にワイヤータイを貼り付けます。これがノーズワイヤーになります。折り返しやすいようにセロテープの端っこの方で留めます。ノーズワイヤーのところで折り返します。この両端に輪ゴムを通します。これはストッキングで作った輪ゴムです。いろいろ試してみましたが、これが一番柔らかく耳が痛くなりにくいです。ストッキング一つでたくさんの輪ゴムができます。色に抵抗がある方はカラータイツでも作ることができます。布が斜めになっているので左右に引っ張るとキュッと伸びます。これを内側に3つに折ります。端が飛び出さないようにこの部分を折り込んでください。これで出来上がりです。花粉ブロックのスプレーがあれば吹きかけておきましょう。マスクをつけるときは畳んだ方を内側に、ワイヤーを上にして顔に押し当てギュッと引っ張ります。引っ張ったところがギャザーになって顔にぴったりくっつきます。それからノーズワイヤーを押さえて縦に引っ張ります。これでマスクの装着完了です。今までのものと比べてみましょう。折り目が斜めになって縦横に伸び、顔にフィットしているのがわかります。横から見ても鼻から顎まですっぽりと覆っています。外から帰ったらゴムを持って外し、花粉がついている方を内側にして畳んで、ゴムとノーズワイヤーを外して、このまま洗濯機に入れて洗っています。顔にフィットするハンカチマスクで花粉の時期を乗り切りましょう。